吉谷さんおはようございままますす今日日も一日始まりますねああの、まあ、男としてっていうねテーマまあ確かにねあのやっぱりこう男女同権でねでほん、まあ、に人としてはその上下はないとは思うんですよ。ないとは思うんですけども現実対等の関係ってほとんどなくって必ずどっちかが主導権を握ってどちらかが、まあ、それに異論はあっても従うみたいな関係が。 まあバランスしてるんですよね。これはね冷戦考えたら、誰と誰に対してもそうなんですよ。いわゆる忖度ってものもあったり、気遣いって言葉があったりね。あとはリーダーシップってのがあるでしょ。全部これ悪いことすれば、あの差別を肯定してる言葉なんですよ。まあ、ですので、敵意を持った悪意の差別でなければ、私はある意味ね。力の差とか年齢の差とか男女の差っていうのはやっぱり認めていった方がいいような気がするんですよね。その最たるものがやっぱこう稼ぎ。頭は誰なんですか？ ってことなんですよやっぱり重いものを持ったりね長い時間働いたり男性は戦うために体ができてるところがあるんでやっぱり女性が3やった時にね男性が8とか10とかやるのは別にそれでバランスだと思うんですよ。私はまあ9対1でゴブゴブだっていう考え方が即座塾の中になるからありましてねこれは男女の関係を当てはめるのかそれとも親子の関係を当てはめるのかさまざまありますけどもいつもね5対5が五分五分っていうのとはちょっと違うかなと思ってるんですよ。 それなりの下駄をはかしての平等であり公平だと思うんですよねまあハンデっていう言葉もありますしねそれは必ずしも誰かを下に見て上に見てってものではなくてあくまでもスタートラインを一緒にするための調整だと思うんですよね、うん、まあいろいろと男としてっていう考え方あると思いますけどもやっぱりねあの勢いでもいいから不自由させないよっていう言葉を、うん かっこいい男としてはねやっぱ口癖にしていいきたいななとは思うもんなんですよでうん、これねまあ一部の方にはすごく厳しい言葉になるかもしれませんけども40とか50になってねそのうちやろうと思ってますとかいずれはそうしようと思いますっていう言葉はもうこれはね入っちゃいけない言葉だと思う。というのがいずれとかそのうちがもう来てるのが、まあ、30過ぎてとか40過ぎての現実だと思うんですよ。将来っていう言葉ってて言葉のはあくまでも 今の時点の将来っていう意味もあるけどもやっぱりね10代の子が考える将来っていうのは30代である40代であると思うんですよねだからつまりもう将来今だよってことをねやっぱ突きつけていかないと結局はいまだに後回しにしてるんですかってことになるまあそういう風なね、えーまあ、かっこいい生き方をまあ何かねしたいじゃないですかってことですよ幼い頃漫画や映画で憧れたようなヒーローみたいなね そんななんか力強い生き方をしたいなと思うし、最近はね、石原慎太郎元都知事がお亡くなりになりましたけども、やっぱりいろんな物議を醸し出す発言はあったけども、忖度だらけのね、官僚答弁みたいな政治家とは一線を画して、その感情と知識とか知恵のバランスがものすごくマッチした、行きすぎたり行かなすぎたりではなくてね、はっきりと自分の道を指し示す、うん、やっぱりね、 武士道を持った人じゃないかなと思いながらうんなんかね今考えにふけてますけどねさあそれではね次のテーマじゃないですけども <laughs> じゃあ男としてってテーマできたんで女としてみたいなことで語ってみたいと思いますちょっと前なんですけども主婦労働を年収に換算すると何百万だよって話があってねで生涯で主婦として働いた人っていうのはやっぱりねこのぐらいの金額いただく権利があるよってのまあ女性活動家の方が中心に語られていて 確かにそれは一理あるなっていうところでさらに計算した人がいたんですよもちろん私も計算したんですけどねそこで何を計算したかっていうとじゃあ主婦労働として給料を払うとして家賃光熱費保険税金なども回収するとしたら実はですねやっぱり主婦って赤字なんですよ。でそう考えるとやっぱりこういいところばっかり取っていくんじゃなくてあのバランスよくね、えー、知恵を使っていくっていう意味でも。 まだまだ私たちは勉強しないといけないことがあるなっていうところもありますし感情だけでなくね石原都知事じゃないけども知識とか理論っていうのも構築しないと思わぬところで足を救われてしまうということもあるのかなっていうところで、えー、また男としてっていうね話題に戻りますけどもあの力強さとかねあのパワーですね体力的なパワーそれから稼ぐ力知恵あと弁論ですね、うん、やっぱ賢い言動コミュニケーションの能力の高さ こういったものを4つぐらい組み合わせてこれからね残りの人生生きていかないといけんのかなと改めてねなんか真面目に今回は語りますけども今日一日を始まる時にお話ができたかなと思いますそれじゃあ会計処理に入りますんで次の返信はちょっと遅れると思いますいってらっしゃい